はい、あきらけいです。えー、LCD パネルって、えー、書いてます、えー。電子メモパッドと呼ばれる商品を紹介します。まあ、電子メモパッドっていうのは、あまあ、紙に代わってちょっとメモしておこうかなというような商品で、えー、これはね、12インチの商品です。なんと、アマゾンで1312円安。安 <laughs> 一昔前はね、この結構な値段したんだけどね、最近は、 あの、随分安く、買えるようでございます。えー、ちょっと開けていきましょう。もう、もうペラペラですよ。このパッケージも軽いしね。えー、色は、白を買いました。あー、よいしょ。うわ、軽っ。あ、裏にね、マグネットがついてて、あの、パチコンって貼れる、まあ、あ冷蔵庫なんかに貼っておくことができる商品ですね。 えー、保護シートなんかは別に貼ってないかな。で、押すと、開けるんだね。はい。で、これ、まあ、押すと消えて、光っちゃうな。ごめんね。ライト、ライティングがアホで。で、え、え、これか。ペンで、書くと。いう、商品でね。まあ、この手の商品というか、この、なんていうのかな。で、えー、なんていうかな。なんていうかなんじゃないな。こう押すと消えるんだけど、この、 液晶と違って、ここに常時電源、電流が流れてるわけじゃないから、電池が持つと。まあそういった商品については、まあこういう E-ink、e、と言われるね。これなんかあの、えー、d l e Paperwhite なんだけどあ、まあ見やすいよね。これで、えー、いつも読書しておりますが、えー、書き心地、こんな感じですね。だから、えー これは一応、筆圧があるのかな強く書くと、太く。あ、太いね。軽く書くと、細く。で、えー、コントラストは、あのー、まあ、安い商品だけあって、あの、白黒での、こう、n d l e なんかに比べると、まあ見えにくい <laughs>。言っちゃ見えにくいね。でも、どうなんだろうね。普通に、普通に滑らかに書けますね。 えー、あ今一瞬キャラクター書こうとしちゃったっけど、キャラクター書くと問題ですか。で、えー、電池、電池、あ、そう、あと、ロックが付いてますね、ここに。だから、えー、こう書いた、書いた内容を消したくないっていうときは、このロックをバチンとやっておけば、押しても消えない。ということですね。指では、あ、よいしょ。で、まあ、戻しまして、 指では書けないんですね。あ、かなり、指、指、指でこう触ったぐらいじゃ書けないんだけど、かなり強く、爪でこする。爪でこすれば、書けますね。だからこのペンについても結構な力がかかってるってことなのかな。ね、爪で、あ、やっぱ相当な強い力だね。やれば爪でなんとか書けない。まあでも、表面が傷つくというか。 <laughs> 爪の跡つきそうだ、ね。で、えー、まあ、ちゅ、気に、あ、取っ気になるのは、電池を抜いたときに、ちゃんとこれが、残るか。で、電池はどうやって変わるあ、ここですね。ここに、見えるかな。これ、えー、ネジを外さないといけないんです。これ、プラスネジ、ちっちゃいやつ。ちょっと外して。ネジを、外して、 えー、ボタン電池ですね、電池は。二ゼ2025です。はい、2025を。大丈夫ですね。はい、えー、ちょっと、光の関係で見にくいかもしれない。普通に読めてます。まあ、もちろん、これ追加で。あ、かけるんだへえあ、そういうことなのね。これ消去するときにだけ電力を使うから、別にこの状態でかけるんですね。 ええー、いなかった。で、この状態で、えー、電池を、戻して、押せ消えると。ちょっと重さ、重さね、重さ測っておきましょうかね。重さ。重さ。よいしょ重さ、えー、180g。ペン、ペン込みで。 えー、185g。じゃあ、5g しかねえんだよ。はい、えー、180g です。軽いよ、本当に。薄いしね。こんなペラペラで。で、こう、枠の部分以上に、ね、あの、実際の中は薄いですよ。はい。で、あ、そう、この、この穴が、この穴ね、あの、こう、ペンを、あれペンを刺す刺すとそこで立つんだそうですよ。 こう,こうなのか。立たねえじゃん。あ、こっち向きに刺す。え。<laughs> あ、立った立った。はい、お、ダメだね。こここう,こう違う。横にするんだな。こんな感じにな。あ、立しますね。はい。 はい。ということで、えー、12インチ、えー、1312円で買ったあ電子メモパッドの紹介でした。明らかでした。